今ですね、無人島にいます。人生初の無人島 NOW です。そこでですね、無人島で、人間が一回もしたことないであろうことをしたいなと思います。じゃん、シュークリーム、シュークリームを無人島で食べてみた。いやー、絶対したことないでしょ。もうね、宇宙に行ったこともあるよ、人間はね。月に行ったこともある、無人島行ったことある、地球一周したこともある人もいる。でもね、無人島でシュークリーム食べたことある人いないんじゃないかな。それをね、僕拓郎松下がね、やってみたいなと思います。いや、どんな味すんのかな。無人島でシュークリームですよ。いきます。ちなみにこれはね、クリームたっぷり濃厚カスタードシューというね、食べたいなと思います。開封。おシュークリーム、無人島でシュークリームいただきます。これは無人島でシュークリーム食べたらクリームがめっちゃはみ出ました。やっぱ違うんだね。多分ね、無人島でシュークリームを食べるっていうこのワクワク感と幸福感でね、勢い余って噛んでしまいました。そういうことですね。やば、シュークリーム最高。もうね、叫んでも誰もいないんで、叫び放題の無人島。いや、うまいわ。はい、はい、ごちそうさまでした。はい、結論ですね、無人島で食べるシュークリームも、はい、結論ですね、無人島で食べるシュークリームも、はい、結論ですね、無人島で食べるシュークリームもうまい。以上、無人島でシュークリームを食べてみたでした。よっしゃ。何やってんだよ。